い天気だね。ねえレミ、天気いいからさ、お出かけでもしよっか。ねえ、聞いてる？え？チーター？え、レミは？大人の事情です。え、ってことはさ、今回ってチータンと二人ってこと？めっちゃ不安なんだけど。ねえねえチータン、今日は天気いいから街ブラしようよ。オッケー、チータンそれで。オッケー、せーの、コズ行きます。ということで、今回の企画はコズちゃんとチータンの2人で街ブラ企画。デコボココンビの2人旅、なんか不安、超不安なんですけど。やってきました、浮島通り。てか雨。やってきたのは国際通りからほど近い浮島通り。おしゃれなセレクトショップやカフェが立ち並ぶ沖縄観光の穴場。っていうかチータンいなかったよね。今回の企画無事成立するのか。てかチータンいないんだけど、またどこ行ったのかな。なんか聞こえる。誰？何してんの？あの、すいません、何やられてる方ですか？サジさん。なんでいるの？あなたのことを甘さない、甘さ控えめ、最強となるビーフェイス、シガーさなこと佐藤さなです。お願いします。なんとレミちゃんの不在を聞きつけて、メンバーのさなちゃんがはるばる沖縄にやってきてくれた。インプラ沖縄ベースの大ファンだと豪語するさなちゃん。いやいやいや、面白くなってきたぞ。いやー、よく来てくれましたよ。マジでさな、もう出たすぎて、うん、やっとですよ。え、ちなみに今ここに、うん、ここは、うん、浮島通りって言って、うん、なんかおしゃれなカフェとか洋服屋さんとかいっぱいある場所なんだけど、さなにぴったりすぎでしょ。さすがっす。もちろんですよ、さすがすぎ、はい、あ、どうですか沖縄、初めてでしょ、うん、なんかでも1月にしてはさ、うん、めっちゃあったかくない？そうだよね、やっぱね、うん、やっぱさ、ここ、ほら、え、めっちゃ可愛い、やばい、レトロじゃない、めっちゃレトロ、ね、めっちゃ、あ、すみません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 、え、めっちゃ、マジで可愛いね、行きたい、普通に、普通に行きたい、え、な、なんで？こんなとこにいたの？マジで会いたかったチーターン。チーターン。ねえ、足踏んでる。足踏んでる。三人がやってきたのは沖縄らしい瓦屋根に、クロートもうならすレトロ雑貨が並ぶ G サーカス。雰囲気抜群の昭和の風漂う品揃えに興味津々の三人。思わぬ掘り出し物が見つかりそうな予感。あ、通れない、もしかして通れる？通れない？え、ね、見て、なんかめんこ、めんこ、うん、え、なんかかわいい、ね、めっちゃかわいい、やったことないけど。え、待って待って、ガンタンクとかある、やばい、弱キャノン、すごい、え、やばいやばいやばい、かわいい。え、どうした？チータン。え、チータン、やったことあんの？メンコ。え、やりたい。教えてほしい。サムやりたい。教えて。サムやりたい。ね、やろうやろう。え、やりたい。やろうやろう。やろう。じゃ、チータン、説明をお願いします。お願いします。何を？うん、置いて。置いて。それで。それで。投げる、投げる、あ、なるほどね。あ、相手のが裏返ったらいいってこと？そういうこと？あ、なるほどね。じゃあ行くね、サナから。
えい。ダメじゃん。全然ダメじゃん。ちょっと待って。確かになんかめっちゃ、ね、めっちゃね、できそうな感じやったのに、ね、えんえん商店街商店街だね。え待って、めっちゃ可愛い。え待って、シーサーの中に猫いるんだけど。いいえいい、シーサーと猫とかさ、お好み焼きとさ、お米ぐらい合うくね。いや大阪こっちな。もうさ、可愛すぎてさ、シーサーのことを話さない。待って待って、めっちゃいるよ。すごい、風鈴。背中可愛いって言ってたやつの。ね、ちっちゃい。風鈴じゃん。マジで可愛い。可愛いね。めっちゃ可愛いの見つけた。え、何これ。え、この子も店長が作られてるんですか。これね、隣の通りのね、山城洋品っていうお店からいただいたの。近いから行ってみた。え、行きたい。行きましょう。行きましょう。闇タイム、イエーイ、イエーイ。はい、今日はコズのおすすめキルギスさん天然蜂蜜専門店アラトーさんをご紹介します。おー、サナ、どっち食べたい。サナ、これ食べたい。このキルギスさん、これがいい。え、ヨード、サナ、ヨード、ヨード、コズの、ヨード、ヨード、ヨード、コズだよね。え、違う、だってその今日沖縄、今日昨日来て、わざわざ沖縄に来てんだから、水飲む、水飲む来てる。え、でも、うん、ずっと住んでるから、うん、ポーズよね、多分。いくよ、うん、せーの、うん、沖縄じゃんけん始めるよ、はい、最初はシーサー、おまけにハブハブ言いやすさ、はいや、はいや、なになになに、そ、よっしゃー、めっちゃ嬉しい、やば。じゃあ、まずはチーズケーキをいただきます。じゃあ、いただきます。ちょっと待って、めっちゃ大きい。え、ちょっと待って、めっちゃ難しいかも。すごい濃厚。めっちゃ濃厚で、嬉しそうするね。でも甘さもちょうどよくて食べやすい、うんうん、え、本当に、うん、いただきます。うまっ。うん、やばい、めちゃめちゃ美味しい。めっちゃクリームたくさん。やばい、もうクリームめっちゃ入ってるよ。え、てかさ、コズのこのチーズケーキさ、うん、砂糖不使用なんだって。蜂蜜だけで甘い。え、マジ、うん、ってことはノンシュガー。あちゃ、シュガーサナだけに。え、食べようよ。え、食べていい。いただきます。この大きいのかな。あ、うん、どう。なんか全部濃厚ですごいんだけど、うん、うん、おいしい、うん、芋そのまま食べてるみたいな。めっちゃお芋、ね、めちゃめちゃ芋で、しかもさ、そんなにあんまり甘くなくて、ね、うん、めっちゃ食べやすい。食べよ。はい、今日はキルギスさん天然蜂蜜専門店アラトーさんをご紹介しました。いや、めちゃめちゃ美味しかった、ね、全部濃厚で、うん、ノンシュガーだったんですけど、うん、美味しいシュガーでした。商店街に佇むイラストと雑貨のお店、山城洋品。フレッキー山田さんの独特な立ちで描かれるデザインは、同じものが2つとない唯一無二のもの。ちょっとお店の中に見せていただいてもいいですか。ありがとうございます。超可愛い。やばい。え、シールもある。ほんまや。あ、すごい。人間人形だって。人間人形って、え、これですか。かわいい。え、オレッキー山田さんの真骨頂、人間人形。人差し指大の素体に多種多様な人間が描かれたオレッキーさんオリジナルの人形。
なんとこの人間人形、その場で作ってもらうことができるんだって。作ってもらえるってことですか、オリジナルを。あ、はい、作ってます。せっかく来たからやってもらいなよ。いいの？いいですか？あ、はい、いいんですか？やったじゃん。めっちゃ嬉しいかも、ね、じゃあお願いしてもいいですか？はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。早速制作に入るプリッキーさん、人間人形は相手の個性をプリッキーさんの感性を通して最大限に表現するため、他にはない文字通り世界でたった一つの作品。サナちゃん超羨ましい。せーの、ギブバース。ありがとうございます。やばい、マジで可愛い。え、かわいい、マジで可愛い。え、なんとですね、今回、はい、ちょっとわがまま言っちゃいまして、え、新衣装、しかも塗料を持ってます。しかもさ、後ろもちゃんとさ、リボンついてて、本当だ。しかもさ、新衣装って多分キラキラでむずいよね、絶対。そうだね、ちゃんとカラフルで超可愛い。やばい、よかったじゃん。めっちゃ嬉しい、マジでありがとうございます。本当にありがとうございます。サナちゃんの人間人形、個性爆発で超ウィー完成と、ここでサナちゃん名案を思いつきます。このさ、人間人形ってやつさ、うん、いっぱいあった方が可愛いやん。確かに、メンバー9人いるからさ、うん、これ9個メンバーのあったらめっちゃ可愛くない？それは絶対可愛い。それってお願いできたりするんですかね、はい、メンバーの分作っていただけたり。あ、はい、やった。じゃあ、かずちゃんのも。やったね。ちーたん、どこ行ってたの？ちーたん、どこ行ってたの？カサカサしてるけど、入ってないよ。ね、ちーたん、ちーたん見て、じゃーん、めっちゃ可愛くない？めちゃめちゃ可愛いです。可愛いよね。え、しかもメンバー分ね、うん、9個作ってもらえることになったの。リンプラの人間人形、いいでしょ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 。何？え、チータも欲しいの？チータもないよ。ない。足踏んでる。足踏んでるから。うん、分かった。分かった。じゃあ、ちゃんたちが作ってあげる。ポッカーはどうですか？いいですか？あ、いいですか？それでいいんだ。いい。レッツゴー。ということで、制作スペースにやってきました。イエーイ。このサナも作ってもらった人間人形、新たんバージョンで私たちが作りたいと思います。やばい、楽しみ。できるかな、上手に、ね、できるかな。え、でもさ、新たん人間人形、かわいそう。かわいそう人形。カワソ人形。あ、いいんだよ。カワソ人形、カワソ人形作っていきます。じゃあ作っていきましょう。おう、頑張るぞ。チータンはモデルのため、動かずに椅子に座ってくださいと伝えるコズちゃんですが、絶対ちゃんと座っててよ。動かないでよ。じっとだよ、じっと。違うでしょ。違うよね。お座り、お座り、お座り。チーターはどういうイメージですか？悪ガキ妖精、バカカワウソ。いい意味でだよ、いい意味で。いい意味でね。いい意味で。せーの、カワウソ人形ギブバース。はい、ということでコズのチータンはカメちゃんをちゃんと描いたの。ほんまや、そうちゃんと、そういつも一緒だからポイント高いんじゃないですか。そう、
ぐらいかな。サナはカメがいないんですけど、これは理由があって、チータンが前に座っててくれたんやけど、うん、ずっとカメかぶってないの。いつもかぶってるくせに。それはもうだから忠実に再現、うん、そうそうそう。で、あとこの哺乳瓶がミルクも書いたのがポイントかな、うん、チータン、サナたちのチータンどうですか？どうですか？2行の形が何？2行って人形の形がとってもそう。関係ないじゃん、タナたち。ゼロから作ったから関係ないじゃん。2人作っていただいたんですけど、プリッケさんに作っていただいたので、ちょっとそれを見ていただいてます。こちら。うますぎる、やばい。めちゃめちゃ可愛い。だって本当に描いたみたいな。鼻もちゃんとハートやし、目もちゃんとプリプリになってるし、全然あかんやん。全然やん。いやいや、めちゃめちゃ下手やん。でもさ、うん、そのプラモデルはどこまでも自由だ。ということで、今日は那覇町プラと人間人形作りにチャレンジしました。楽しかったね。どうでした？みんな優しくて、沖縄の方々、あとあったかくて幸せハッピーでした。はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。このリンプラ沖縄ベースでは、これからも沖縄とプラモデルをつなげる様々な企画を行っていきますので、ぜひチャンネル登録をカチッとよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。トリッキー山田さんに作ってもらったリンプラ人間人形、それぞれの面からや個性が垣間見える本当に素敵な作品。コズちゃん、サナちゃん、メンバーに渡すのが楽しみだね。トリッキーさん、本当にありがとうございました。